バルラーム・チホノビチ・シャラーモフは、ソビエト連邦時代の小説家である。代表作の連作短編、コルイマ物語以外に、短編集、半小説ビシェラ、自伝的中編、第四のボログダなどが知られている。1907年6月18日、ロシア帝国北西部ボログダ県の県とボログダ市で生まれた。もともとシャラーモフ家は、 コトラス近郊のベリーキーウスチュークで何代も続いた聖職者の家系である。父、チーンも聖職者で、当時はアラスカでの布教活動の任を説かれて、ボログダシのソフィア大聖堂の司祭を務めていた。二人の兄と二人の姉がおり、バルラームは五人兄弟の末っ子である。1917年のロシア革命は家族に深刻な影響をもたらした。 革命のおかげで、聖職者の地位は地に落ち、1925年以降は、徹底的な宗教弾圧が行われた。この影響で、赤軍将校だった長兄は父親に絶縁状を叩きつける巨に出た。また、赤軍兵だった時刑は戦死した。二人の姉は、不幸な結婚をし、母親は心臓を患って長く、病床にあり、父の地位本は失明した。 シャラーモフの父母は後に貧困の中で亡くなる。成績優秀な息子だったシャラーモフは1923年に義務教育を終え、両親の期待を背負って大学へ進もうとしたが、聖職者の息子であるとの理由で大学入学資格を得ることができなかった。そこで、ボログダを離れて、モスクワに住む、おばの家に住みながら比較工場で働き、資金を貯めつつ、 受験勉強に励み、1926年に、モスクワ大学の法学部に入学した。在学中、学生中心の、反政府デモや集会に何度か参加したが、1929年2月19日、レーニンの遺言を印刷するために、地下印刷所へ出かけたところを待ち伏せされて逮捕された。これを皮切りに生涯に4度逮捕されることになる。シャラームフ逮捕。 投獄された後、トロイカで有罪判決を下され、ビシェラ収容所へ送られた。1931年に、この収容所の近郊、ベレズニキにある、精子コンビナートの建設で、強制労働させられた後、翌1932年に釈放されて、モスクワに戻った。その後、雑誌記者をしながら、創作活動に勤しみ、後に、 ガリーナ運動の指導者の一人グッジの娘と結婚し、娘を設けた。シャラーモフ1937年1月12日、前科があるという理由で二度目の逮捕、簡易裁判を受け、反革命トロツキスト活動の罪状を下された。これ今物語の中の、義士、キブレエーエフ伝によれば、 大粛清の最盛期の直前に逮捕されたため、まだ取り調べに拷問は導入されておらず、従って尋問で暴力を受けることはなかった。反革命の罪名からわかるように、いわゆる58条組の烙印を押され、さらに罪名にトロツキストと入っていることから、特に過酷な刑を受けることになった。5年間の古今送りを宣告され、シベリア鉄道を経由して、 警備列車で45日かけて、ウラジオストクの中継監獄まで移送された後、1937年8月に、船でマガダンの中継監獄に着いた。さらに、不起訴処分のため刑期延長は免れたたものの、翌1938年12月には3度目の逮捕を経験した。12月から翌1939年4月までは、 マガダンの中継監獄に収容されていたが、この後、奥地の炭鉱や、スターリンのダッハウと呼ばれたジェール柄の懲罰監獄で、強制労働させられた。5年の刑期は1942年12月で、満了したが、戦争終結まで釈放を、延期との上等句で釈放を認められず、その後も、ネクシカニアジェール柄で、一般労働と呼ばれる、肉体労働をさせられた。 1943年5月には、密告によって4度目の逮捕、10年の刑を追加された。この時の罪状は、ヒトラーを褒めたたえ、ブーニンを古典とする敵というものだった。またしても、ヤーゴドノエ、ベリーチャ、スパコイヌイ、クリューテ・アルマーズヌイ、ジェール柄、ススマンを転々としながら、一般労働に従事させられた。1946年になって、 病院で知り合いになった医師の助けで、補助医師の講習を受けその資格を手に入れたことで、ようやく肉体労働から解放され、マガダンの左岸地区にある中央病院に内勤の職を得た。この時のエピソードは、これ今物語の中のドミノに利用されている。1953年に、スターリンが死去し、続々と囚人が解放され、シャラーモフも、また釈放された。 釈放後は、オイミヤコン、ヤクーツクを経由して、汽車で、イルクーツクを南回りで、モスクワに戻ったが、元囚人であるためモスクワには住めず、カリーニン州の霊炭採掘場で働きながら、短編を書いた。1956年に、フルシチョフが大量の恩舎を出し、その時にシャラーモフも、名誉回復されて、モスクワに戻ることができるようになった。 1957年には、雑誌、モスクワ編集部に職を得て、この後再び試作を始めるようになった。連作短編、これ今物語は、長年にわたって書き綴られたものの公に、出版されることはなかったため、シャラーモフは、詩人として知られるようになった。1960年代に聴覚を、1970年代後半には、視力を失い、 1982年1月18日未明、収容先の施設で生涯を閉じた。シャラーモフの代表作、コルイマ物語は、1953年から書き始められた短編群の総称である。以下の6つのシリーズからなると言われている。コルイマ物語、ルポ、犯罪世界、シャベルの名手、サガン、カラマツの蘇生、手袋、あるいは、 第2コルイマ物語1953年から1973年にかけて書かれ、全部で150編以上の短編からなる。これらの作品集で書かれたエピソードには、自身が収容所で体験した事実が織り込まれているものの、基本的にはフィクションである。連作短編という形式を取ったのは、シャラーモフがロシア文学において、 伝統的な大河小説の時代は終わったと考えたからである。ただし、その配置は綿密に計画されている。シャラーモフは様々な編集部を訪ねて出版の可能性を探ったが、生前これらすべてが旧ソビエト連邦国内で出版されることはなかった。しかし、他の反体制的作品と同様にタイプ原稿によるサミズラートとして、 旧ソ連国内で密かに流通した。1965年頃のモスクワの知識人であれば、大抵シャラーモフの作品に触れていたらしい。一方、シャラーモフの知らぬ間に、原稿は、国外流出し、タミズダートとして1966年から1976年まで、断続的に、ニューヨークのロシア語雑誌、ノービー・ジュルナール誌に、約50編が掲載された。 1976年には、先週ではあるが、初の単行本が、ロンドンで出版され、作者の死後に、パリの YMCA から第2版、第3版が発行された。また、1967年のドイツ語訳を皮切りに、フランス語、英語、イタリア語、ポーランド語などの翻訳版が出版されている。旧ソ連での発行は、1987年に、 雑誌、農村青年に3編が掲載されたのが初めてで、その後ペレストロイカの波に乗って、1980年代末に約10種類の単行本が発行され、1998年には4巻から、なる先週が発行された。以降彼は、反体制作家として、アレクサンドル・ソルジェニーツンと並び称されるようになり、記事のボログダには記念館が建設された。 2015年現在、日本で訳出されたのはこのうち以下の29編である。これらは、極北コルイマ物語の中に訳出されている。先天ツヤだけは、極北コルイマ物語の出版以前に、内村豪介が、出ごと断念、石原義郎論の中で省略しているのと、江川卓が、雑誌、新日本文学内で翻訳している。2015年現在、 英語版では、ペンギンブックスから55編が英訳、出版されている。ペンギンブックス版に収録されているのは、である。ラテンモ自転車バーラム・ティカーナビッチ・シャラモブ、ロレキ1907年6月5日在名、反革命トロツキスト活動の略称で、公式文書でも使われた。刑法第58条に違反する。KRTD が宣告された場合、 1934年から1936年の場合は3年または5年の流刑またはラーゲリ刑1936年から1939年までは5年または8年のラーゲリ刑1939年から1940年までは10年のラーゲリ刑に処せられた。反革命罪を規定した旧ソ連刑法第58条違反者の通称 この時の様子は、コルイマ物語のチフス県駅に利用されている。地名に関しては、V ・シャラーモフ、極北コルイマ物語 P302 のマガダン、周辺地図を参照のこと。イヴァン・ブーニンは、ロシア人亡命作家。ロシア人としては、初のノーベル文学賞受賞作家である。例えば、ドミノ、十字架、手紙では、シャラーモフが、 収容所を生き延びられた大きな要因の一つだった補助医師の道へ進めた事情について、シャラーモフの家族や両親について、自身が収容所内で書いた死のノートが人捨てに、パステルナークにわたり手紙が送られてきた事実がそれぞれ描かれている。それ以外にも、チフス検疫などで実体験が反映されている。ありがとうございます。